須田りおは、栃木県小山市出身の総合格闘家である。本名は、上山剛。ピュアブレッド所属。千賀の裏部屋に所属していた、元大津の力士で、高源氏は、双子の弟である。力士時代の嗜名は2018年11月場所までは、高吉としつ二千2019年1月場所からは高の、富士山作り。最高位は西十両5枚目。 日本人の父親、フィリピン人の母親との間に一卵性創生児の兄として生まれ、茨城県佐島郡堺町で育った。母子家庭であったという。大相撲入門後に交渉出身地を茨城県から栃木県へ変更したのは、栃木県小山市は父親の出身地であり、また自らの出生地でもあるという理由だった。 堺町立堺小学校2年から3年までサッカーを行い、4年生から5年生まで空手を習う。堺町立堺第一中学校時代にはバスケットボールの茨城県中学選抜に選出され、全国3位に入賞したほか、中学2年生から3年生までキックボクシングを行うなど、様々なスポーツを経験した。大相撲入門中学3年生の時、 父親に勧められ弟と一緒に高野花部屋へ体験入門を行ったことがきっかけで2013年に高野花部屋に入門し同年3月場所で初土俵を踏んだ。高吉都市という庶名の由来は当時部屋の大阪場所宿舎を提供していた講演者である竜神送急者の採取の名前からである。師匠高野花はこの入門を 高吉都市の新十両昇進時に、相撲は未経験でも体格が良かったので、面白いかなという期待感はありましたと振り返っている。2015年3月場所で初めて幕下に昇進して、以降は幕下に定着。師匠の勧めで、2016年の夏巡業から弟と共に食切りを務めたが、高源氏が新十両を決定させた2017年の春。 巡業を最後に降板した。一時期は攻め込まれると足腰の動きがバラバラになる悪壁があったが、四股、鉄砲、すり足などの基本動作を繰り返して徐々に克服した。2017年3月場所では全勝すれば、関取昇進の可能性が出てくる幕下15枚目以内に初めて登ったが2勝5敗で負け越し、しかも高源氏は同場所を幕下筆頭で勝ち越したことで、 翌場所の新十両昇進を決めたため、嬉しさと同時に先を越されたことの悔しさもあることをあらわにした。新十両昇進しかし翌場所から4場所連続で勝ち越し、2018年1月場所も自己最高位の東幕下7枚目で5勝2敗とも、場所連続の勝ち越しを決めた。過去の例では大半が幕下筆頭から3枚目に止められる成績だったが、 当場所の重量に、幕下からなく相当の成績に終わった力士が多かったこともあり、場所後の番付編成会議で、3月場所での新重量昇進が決定した。これで、弟の高源氏と合わせて、史上初めての双子関取りとなった。新重量昇進会見は、師匠の高野花親方同席で行われた。弟が、一足先に2017年5月場所で、 新十両に昇進したため、嬉しさと悔しさがあったと高吉都市は語ったが、高野花は未経験でよく5年で上がれた。悔しい思いもあったろうが、腐らずよくやってきたと褒めた。一度目の暴行事件新十両の3月場所四日目、月人を務めていた、同部屋の女二段、高清流に対し、連絡ミスを理由として、取り組み後に支度部屋で暴行を加え、顔面打撲。 校内列死傷などの負傷をさせたことにより、師匠、高野花より禁慎を言い渡されて、9日目より、休場した。同年3月29日に開かれた理事会により、この問題に関して一場所の出場停止処分を受けた。時段は成立していたが、場所後に相撲ファンから告発状が提出されたため、大阪府警察な庭署が捜査し、 厳しい処分を求めないという意見書付きで6月5日付の書類送検となった。大阪地検は6月13日に起訴、猶予処分としている。自主的に禁慎した時点では重量に在位していたが、高野花は、ちゃんこ版や雑用などの取り的の仕事を課して、出直しを図らせた。同年、5月場所には、西幕下9枚目に陥落、処分明けの同年、7月場所は、 西幕下49枚目で迎え、1番相撲から1、不戦勝を含め6連勝。7番相撲は自身と同じく重量在位経験者の白鷹山と幕下優勝をかけて対戦し寄り切りで、敗れたが、最終的に、同場所を6勝1敗の好成績で終えた。2018年10月1日の理事会で、千賀の裏部屋への移籍が承認された。 2019年1月場所より、高野富士山づりに改名。このし個名は、入門時の師匠の高野花が、玉野富士と北野富士にあやかって命名したものであり、部屋の遺跡などが落ち着くのを待って、なお改めた。改名し、幕下3枚目で迎えた場所で5勝2敗の成績を収め、1年ぶりの最重量が決まった。東重量12枚目で迎えた7月場所では重量の、 優勝争いで1差の2位につけていたが、13日目にトップに立つ剣賞に寄り切りで敗れた。重両優勝はならなかったが、11勝4敗の好成績で勝ち越している。二度目の暴行事件暴行の発覚2019年、9月場所直前となる9月3日、自身二度目の暴行事件が発覚した。8月31日の稽古総研を終えて、部屋に戻った後、 付け人の女二段力士の頭部を殴る暴行を加えた。9月2日に被害者力士ら3人が姿を消したため、師匠の20代地下の裏が連絡を取って2日シニアに詳細を把握したという。20代地下の裏は3日に相撲協会の鏡山コンプライアンス部長に報告し、9月場所の出場自粛の申し出が了承された。柴田山広報部長は付け人に 外傷はないと伝えた一方で、同じことを繰り返すなんて、とんでもない話と、切り捨て、二度目の暴行事件とあって、解雇を含む厳罰の必要性が取り沙汰された。相撲協会は、コンプライアンス委員会に調査を委植し、同委員会は9月5日から調査を開始した。9月場所開催中の19日の会合では20代、地下の裏と弟の高源氏が同席で、 高野富士本人より弁明を聞き、処分意見を検討した上で、結果を八角理事長に答申した。処分は26日の協会理事会で決まる見通しであったが、高野富士は25日にスポーツ庁に上申書を提出した。協会のコンプライアンス委員会や、師匠の20代地下の裏から引退を勧告されているとし24日には同協会に、 寛大な処分を求める要望書を提出したという。処分を受けるのは覚悟しているが、少なくとも引退勧告や懲戒解雇は行き過ぎと代理人弁護士は述べている。コンプライアンス委員会調査結果と協会の決定9月26日、相撲協会は定例理事会に高野富士、弟の高源氏師匠の20代地下の裏3人を呼び、処分内容を通達。 高野富士に対して協会は自主引退を促する決議をし、八角理事長は自主引退を受け入れるか師匠の20代一下の裏と相談するよう指示して禁止を通告した。また本県で高源氏は県籍の懲戒処分20代一下の裏は監督責任を問われ報酬減額6ヶ月の処分となった。 協会が発表した文書によると、協会コンプライアンス委員会の調査で一家のことが判明したという。コンプライアンス委員会は、として、高野富士に対し引退勧告の処分案を、答申していた。答申通りの引退勧告ではなく、自主引退を促す決議となった理由について、柴田山広報部長は、理事会では、引退やむなしという意見だった。だが、まだ十二歳とは書く。 今後の人生も長い。自主引退を促すというのは、理事会の温情とも言える。あとは、本人がどう判断するかと説明した。協会の処分に応じない場合、コンプライアンス委員会に追加答申を求め、それを受けて、臨時理事会で処分を決定するとした。高野富士の記者会見、その後の経緯理事会翌日の27日、高野富士は、 協会の決定を不服として代理人弁護士を伴い、文部科学省で記者会見を行った。会見中で、高野富士は新弟子に対しての差別発言と暴力行為を事実であると認め、中卒で何もわからない中で、生半可な優しさじゃダメだと思ってた。そういう風うに育ててきてもらった。そういう気持ちを持ってもらいたいと指導してきたと弁明。 今回の処分はあまりに重く受け入れられません。中学から憧れ、この世界に入り、きつい稽古に耐え、相撲道に一歩ずつ歩んできた私には相撲しかない。本件の暴行という、愚かな行いを反省し、自らの身を今しめ、土俵に戻って相撲道に精進したいと話し、また、正直伝わっていない、手を出さない代わりに、どういうふうに指導しなければいけないのか教えて、 もらっていないと協会を非難した。この会見は、議論のすり替えとの印象が強く、批判的な意見が大半を占めた。この会見を受けて相撲協会は、理事会は高野富士に自主引退を促しており、まだその正式な返答がありませんので、コメントすることはありませんと発表した。柴田山広報部長は、受け入れるのか、受け入れないのか、本人が言うべきとコメントしている。 この会見以降、高野富士は千賀の裏部屋に不在となり、連絡や接触ができなくなったことを高源氏と二十代、地下の裏が明かしている。28日、両国国技館で二十二大助の山の襲名披露大相撲が行われ、高源氏がマスコミの取材に応じた。高源氏は自ら検築処分を受けたことについて、反省の弁を述べ、兄の二度目の暴力についても謝罪。 差別的な発言があったことも認めた。前日の兄の会見は20代地下の裏の反対を押し切ってのことであると明かし、会見を開くと報道で知り、やめた方がいいと言いました。それから連絡が取れなくなりました。兄貴もうすうす戻れないと思っているのではと話している。同日、高野富士の代理人は今後の対応についてお答えできませんと言葉を濁した。 10月4日に高源氏は、教会に残れないのは誰もがわかること。兄貴が自ら招いた問題。自分でしっかり責任を取らないといけない、親も兄貴のことを心配して疲れ切っていた。仕事が身に入らないと言っていた。申し訳ないと話した。また、暴行事件の反響について、先代や親の教えを批判している人がいる。これは、 個人の問題で、先代もうちの親も関係ない。自分と兄貴が言われることは仕方ないけれども、勘違いして欲しくない。自分を関取に育ててくれた親方ですからと述べている。20代地下の裏は、同月7日の朝稽古後に、マスコミ取材に応じ、第三者から情報を得て、都内のマンションで生活している高野富士を、毎日訪れていると話した。顔見て話をしたい。 何度かマンションに行っているが、全く応答がない一人じゃないみたいですよ。親心としては退職金をもらった方がいい。経歴に傷がつくそういうのもありますから、2回やっちゃダメなんですよと述べている。また同日、柴田山広報部長が、高野富士が代理人弁護士を通じて11日までに文書で身体を明らかにする意向であると連絡してきたことを明かした。 教会は9月29日に医師確認のため20代地下の裏を通じて30日午後2時に師匠と揃ってくるようにと伝えたが高野富士は弁護士が対応するから自分は行かないと師匠にショートメールをしてきたという高野富士は9月30日以降は千賀の裏の電話にも出ていない代理人弁護士は教会との協議日程を複数指定教会は その希望を尊重して10月3日に、高野富士が同席しての面談を設定したが、再発防止策に対する不満を理由に断られ、実現しなかったという。高野富士が引退を受け入れず懲戒解雇となった場合は退職金が出ないため、その前に親方が引退届を提出し、強制引退させる方法も存在したが、本人と話して、 自分から出す方向に持って行ってあげたいと20代、地下の裏は話していた。しかし9日、向こうの弁護士から、もうやめてくれと言われたから、会って話したいんですけど、と高野富士との対面を断念したことを明らかにした。着信音は鳴るため電話の着信拒否はされていないと思われるものの、携帯電話にかけないようにと連絡があり、それ以降はしていないと述べている。10日には、 相撲協会に設置されている大相撲の継承発展を考える有識者会議の会合が行われ、高野富士に対し自主引退を促した協会の判断を支持する考えで一致した。山内委員長は記者会見で差別的発言をしたことも深刻。弟弟子への思いやりが感じられない。自主引退を進めることで高野富士の将来にも配慮していると述べた。会合では、 まず被害者の将来を、協会は守らなければならない。厳しい意見も出たという。引退引退届提出と、背景2019年10月11日、高野富士は、相撲協会に引退を届け出たと代理人弁護士が、文書で発表した。引退の理由を、協会の将来に失望しました。仮に、今回の処分の不当性が公に認められたとしても、今の協会内、 相撲部屋内に私が戻るところはないでしょう。協会とのやりとりに疲れ果てましたので引退を決意することを決意しましたなどとしている。同日、日本相撲協会は高野富士の引退届を受理したと発表し、高野富士の現役引退が正式に決定した。郵送された引退届には、再発防止策は表面的で不祥事が後を絶たないのでは、 教会の将来に失望したなどとする弁護士の意見書が同封されていたという。この日、20代地下の裏は教会を訪れ、部屋としての再発防止策を提出した。夜7時頃には高野富士から謝罪の電話を受けたという。柴田山広報部長は、相撲協会は寛大。将来のことがあるから、協会は待ったとしながらも、師匠とは最後まで接触しなかった。 前代未聞とコメントしている。協会としても、同じ力士が2度も暴行問題を起こしたことは重く受け止め、10月に臨時理事会を開いて審議し、改めてコンプライアンス委員会に再発防止策に関する検討を移植するという。部屋関係者を信用しない姿勢から、周囲の協力を得られず孤立化し、仮に法廷闘争に持ち込んだとしても、 上場借量に協力するものが十分に現れるかどうか疑わしい状況となっていた。このことからも高野富士は教会に対する軽装を断念して引退を決意したとみられる。なお11月場所の番付編成会議は9月25日に行われていたため、同場所は幕下5枚目に名前が残った。通例では関取経験者の引退は 番付や時期に関わらず引退届受理と同時に発表されるが、高野富士は引退届受理の報道後も、教会から直接の正式発表がないまま、休場扱いとなった。同月16日に高野富士の断髪式は行われないことを20代、地下の裏が明らかにした。高野富士が自分自身で言ったことを伝え聞いたという。 2020年初場所の番付編成会議が行われた11月27日に相撲協会は高野富士の引退を発表した。その後日本相撲協会公式サイト上でも10月11日付での引退に訂正され、遡って11月場所の全休も取り消された。暴行事件、引退の反響出身地登録をしている小山市では10月11日に 小山市出身力士を応援する会会長でもある大久保敏夫市長が暴力は許されるべきではありません。残念ですとコメントを発表した。また、元市長である高野花の応援会発起人で高野富士、高玄児の双子講演会にも関わる河内や菊水丸は同月16日にスポーツ日本に寄稿。 2018年3月に高野富士が起こした一度目の暴行事件によって、師匠であった高野原が教会内で立場を失い、屈辱的な平年しおり降格の半年後に退職に至ったことを指摘した。このことの重大性を理解せずに二度目の暴行事件を起こし、教会に促された自主引退を受け入れられないと弁護士を立てたその対応を呆れ返った行為としている。 15代先行さんは11月8日付の日本経済新聞連載のコラムで師匠が変わった影響があるかもしれないとしながらもどこの社会にもルールがあり一人がルールを破ることで会社が危機に陥ることだってあるまして相撲部屋のような小さな組織では一人のせいで他の力士の人生まで狂わされることにもなる何度言い聞かせても理解しようとしない人間はそこにいられなくなるのは 仕方ないと述べている。プロレスラーの蝶野正弘は、週刊実話連載のコラムで、少なくとも、俺が新人だった頃の新日本プロレスは、体罰で育ててない。ただ、俺以降の世代で後輩に対して、体罰をやっている奴がいたんだよ。ということは、制度の問題じゃない。やっぱり、体罰をやるのはその人間が、元から持ってる資質なんだろうねと試験を述べ。 気配りもできるようになるし、自分の立場を理解するという社会人として、絶対に必要な感性を学べる。こういうことは、学校じゃ教えてくれないと、付け人制度の有用な部分も説明している。一部報道では、入門時の師匠の高野花も若い種に暴力を振るっていたとあり、暴力癖は、高野花部屋の風土によるものではないかという見方も存在する。 また、教会内では、千賀の裏部屋遺跡の際に、もともといた力士が辞めるようなことが起きるんじゃないか、と高野富士の二度目の暴行を懸念する声もあったという。実際に二度目の暴力がもともと地下の裏部屋にいた力士に対してであり、懸念が的中する形となったと報じられている。日本相撲協会は、11月28日に行われた定例理事会で、 暴力問題などの再発防止について12月23日に理事会を行うことを決めた。12月23日の理事会では、コンプライアンス委員会が策定し答申した再発防止強化策が承認され、今後、協会執行部が主導して強化策を実行し協会委員全体の意識向上を図っていくことが決まった。 2020年9月の本人インタビューによると、もともとチャンスがあれば、総合格闘技をしたいと思っていたという。相撲からの転向を考えたのは一度目の暴行事件の時で、当時交際中の女性に相談したが反対を受けた。しかし、二度目の暴行事件での引退後に格闘技をやりたい、と妻が聞いてくれたという。相撲界でやりきれなかったエネルギー、気持ち、 それを格闘技の世界で出せていけたらとの思いが芽生え、2019年12月から4ヶ月で5 0ラムの減量をした。今までの力士出身の格闘家と同じく見られたくない、半端な気持ちで挑んでいるのではないことを理解してほしい、一心であったという。小日式に相談をして、ハワイの高校の後輩にあたる元格闘家の沿線、井上を紹介され、 内弟子として住み込み練習に打ち込んだ。2020年7月7日に共同通信の電話取材に応じ、格闘家転向を表明。同年9月13日に記者会見を行い、同月27日に行われる、理人24に、すだりを強しのリングネームで参戦し、プロレスラーのディラン・ジェームスと対戦することが発表された。同年九月十七日、 総合格闘技デビュー戦となったリジン二24でディラン・ジェームスと対戦し 1R 終了時 TKO 勝利を収めた。同年12月31日リジン二26でミノワマンと対戦し 1R3 分19秒に TKO 勝利を収めた。2021年3月21日リジン二27で宮本和史と対戦し 一 R8 秒にスタンドパンチによる小勝利を収めた。しかし、ゴング後もレフェリーの静止を振り切り失神した宮本にパウンドを続けたため、試合直後に遠ンに井上や宮本のセコンドを交えた乱闘となった。乱闘による混乱が収まった後、スダリオは、坂木原さん、ちゃんとしたファイターとやらせてくださいと理人の坂木原代表にマイクで求めた。リングを降りた後、 スダリオは、ドクタールームで、宮本に謝罪をしており、宮本からも挑発したことへの謝罪を受けたという。同月23日、ディジン FF 競技オフィシャルチームが公式ルール第26条、第2項及び第3項に基づき、試合後に起きた乱闘へのペナルティを決定した。こにて試合終了後、レフェリーの試合停止指示に従わず相手選手に攻撃を続けたとして、 スダリオにレッドカード、相手選手への暴力行為として、宮本のセコンドの内田昇に警告、遠線井の上に注意が与えられた。同年6月13日、理人28で、シビサイ昇進と対戦し、3R1 分38秒に、シビサイのチョークスリーパーにより、タップアウト。総合格闘技転向後、初黒星となった。幕下優勝1回。 ありがとうございます。